ホルバートがチャンピオンを獲得した、レーベンブロイカラーのポルシェ9 6にあるホルバートは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州出身のレーシングドライバーで、インスサ GT シリーズで5度のチャンピオンを獲得した。ホルバートの父は、レーシングドライバーのボブ・ホルバートで、ペンシルベニア州オリントンでフォルクスワーゲンとポルシェのディーラーを経営していた。ホルバートは、 リーハイ大学在学中にロジャーペンスキーのもとで働いた。1971年、ホルバートはポルシェをドライブして、レースに初優勝し、1974年にプロドライバーに転校した。ホルバートは、初のシボレーモン座をドライブして、インスサのタイトルを1976年に初めて獲得すると、翌1977年もインスサタイトルを制した。 ポルシェのサポートを受けていたホルバートは、ポルシェの技術者に、モンザを点検させた。その後、ポルシェは、ターボ車の934を投入し、以後数年にわたり、インスサを支配した。また、ホルバートもポルシェに車両を変更した。1976年から1979年にかけて、ホルバートは、ナスカールに参戦し、19レースに出走した。 ホルバートは主にジェームズ・ヒルトンのチームから参戦し19レースのうち4レースでトップ10フィニッシュを果たした。1983年、ホルバートはポルシェエンジンを搭載したマーチ 83G でインスサ GTP のタイトルを追加した。ポルシェはこの年956をインスサ規則に適合させることができなかった。 1983年2月27日、ホルバートはグランプリオブマイアミでシーズン初勝利を挙げると全17レースのうち8レースに優勝した。1984年にはインディ500で4位に入り、1987年から1988年にかけてポルシェのインディカー活動を牽引した。ホルバートは ルマン24時間レースに1983年、1986年、1987年の3勝、デートナ24時間レースでは1986年と1987年の2勝、セブリング12時間レースでは1976年と1981年の2勝を挙げた。ホルバートは、北米ポルシェのモータースポーツディビジョンのリーダーとなり、 自身のチーム、ホルバートレーシングを運営した。1988年、ホルバートは、自身の初期の成功を支えた、ポルシェ9 6には、ジャガー XJR-9 や、エレクトラモーティブの日産、GTP、ZXT のような車両によって、時代遅れにされつつあると気づいた。ホルバートは、カスタマーチームのために、 ポルシェのインディカー用エンジンを搭載したオープントップのレース車両を160万ベイドルで作ることを計画した。それから10年ほど経ち、ポルシェは最終的にポルシェ WSC95 を作成したが、ホルバートとポルシェが計画したようなカスタマー販売は実現しなかった。2009年現在、ルマン24時間レースを複数回制したアメリカ人は、 ホルバートと、ホルバートが初優勝した時のチームメイト、ハーレー・ヘイウッドをのみである。1988年10月30日、ホルバートは、インスタの、コロンバス・フォード・ディーラーズ500に参戦した。その晩、ホルバートの所有する、プロペラ機、パイパー PA ・ PA-60 が、オハイオ州コロンバス付近で離陸直後に墜落し、この飛行機に乗っていたホルバートは死亡した。 墜落時、PA-60 のクラムシェルドアは閉まっていなかった。ホルバートは PA、PA-60 の飛行方向にあった住宅をうまく交わした。シーズン終了後、ホルバートのチームは解散し、インスサは、ホルバートが使用したカーナンバー14を永久欠板にした。ホルバートレーシングのチーフメカニックだったケビン・ドーランは後にチームオーナーとなった。 ホルバートの息子、トッド・ホルバートは、ホルバートレーシングのメカニックだったが、後に、トヨタで、タンドラとカムリのナスカール車両開発に携わった。あるホルバートファインド、A グレーブ。ありがとうございます。